ガタイ良くない今日なんかこう。ガタイいいな。よいしょ。あれどうやってんのか。そう明日も朝配信しようかなと思ってる。ちょっと余裕があったら。そう私そういつもね公演の合間に切ってるんですけど、ちょっと今日は普通に配信で切ってみようと思う。ちょっと、ね、結構伸びました皆さん。私は前髪が伸びましたのでこれを切ります。そうなんか私もともと配信夜やれたらやりますって言ってたんだけど、そうそれでやらないって言ったら結構みんなひょぼぼぼーんって言ってきたからごめんねっていう気持ちになっちゃって、そうでもね体力があったので配信します。はい、本当にね、でも時間も今何時だ、今44分で本当にあと15分くらいしかないので15分以内に前髪を切れるかがわからないんですけど、はい、すべて私は前髪はセルフカットです。ビフォー、ビフォーです。アフターもスクリュータイムするね。そうそれでは切っていきたいと思います。ちょっとねこの時期の前髪は本当に大事、マジで。ちょっとでも切るのをミスるとやばい。そう切りすぎない、そう切りすぎないようには多分いけるんだけど、そうこんばんは。こうね、ここさ、ここの三角も自分で作りました。前髪そう全部自分で作った。やばい目に入ったということで、今から切っていきます。あ、いいかなこのくらいで。悩む。なんかもうさこの時点でもう斜めっちゃってんだよね。切らないとやばい。この髪を剃ろうか。そうですね、ってことで切っていきます。欲しいな。よいしょ。今日はこのクリップです。反対半挙動にしようかな。ちょっと待って、反対半挙動持ってきます。よいしょ。OK。ちょっと今日は本当におっとりおっとり配信＆前髪切る。それではちょっと私は2種類のハサミを持ってて、まずこれでしょ、これはなんだろう、なんかざっくり切る感じです。ざっくり切るハサミと、あとはこの赤ちゃん用の爪切りバサミがあるんですけど、これはあのちょっとアーチ状になっちゃってて、そうだからこれを普通に切るとアーチになっちゃうんです。だから毛先の、毛先じゃない、刃先の部分だけを使って切ります。専門職の人に、いやあの専門職より自分で切った方がいいんですよ。専門職は、ま、あのちゃんと切ってくれないので、はい、私が専門職みたいな気分で切ります。ちょっと下向いてるところも見てほしいから、こんな感じでいいかな。切っていきます。いきます。今はあの下にあのティッシュを敷いてやります。いきます。え、みんな見える？これ。え、みんな見える？これ。え、この状態みんな見える？やばいかな。え、見えてない？って見えてない？ちょっと待って。もうちょっと下にしようかな。じゃあ。分け目が見える。やばい、ごめんなさい。よいしょ、ちょっと切っていきたいと思います。すいません、分け目になる。
うん、とりあえずその左側の前髪をまず切るって感じで、その後に右側も合わせるんですよ。私右利きだから左側の方が切りやすいんですよね。そう、そのなんか髪を切る順番もちゃんとあってこだわりがあります。いい感じ。鏡ここにあります。鏡を見ない、私は。でもそう、みんなにね前髪切ってる姿見せるの初めてなんだよね。ずっと下向いてますそう、今回もパッツンにするつもり。よいしょ。待って、これ時間以内に終わる？ちょっと待って、頑張るね。そう、いつも1時間ぐらいかけてるから。よいしょ。なんか公演の間に切るって言ってもなんか一時的な切りで、それはで公演、その日の切った公演の日の帰ってきてからまた調整して切るみたいな。そう、今は絶対に笑わせちゃダメ。え、いいよ別に。よいしょ。なんか何も変わってないんだけど、切ってるんだけどね。何も変わってないかも。もうちょっと切ります。気をつけます。ありがとうみんな。めっちゃ心配してくれてる。ありがとう。でも多分大丈夫。よいしょ。ベルボー頑張れ。はい、ベルボー頑張ります。そう、なんか公演中切ったんだけど、そうなんかね、あのやっぱり写真を撮るとあの影になっちゃうんだよね。そう、ちょっとここがこうなってるので切ります。ごめんね、無言多くてごめんなさい。本当に15分で終わるのかこれは一体全体本当にこれは15分で終わるのか。そして動画の半分が頭皮そして動画の半分が頭皮なんですけど、すいません。はい、あ、レア、確かに、まあ言ってしまえばレアなんですよね。言ってしまえばレアなんだけど、ちょっとごめんね。52分ありがとう。全然まだだな。どうしよう。よいしょ。このアングルのこれ本当ですか？もうずっとセルフカット。そうですね、そうなんですよ。なんかでもそう、なんかたびたび美容師さんにお願いするんですけど、なんか美容師さんにお願いするとなんか真ん中だけとかしか切っていただかないとか、そう、なんかパッツンでってすごいお願いしてるんですけど、パッツンじゃなかったりとか、なんかやっぱりそう自分の想像する
前髪にはならないので、結局自分で切っちゃうんですよその日。あるある、私あるある。いや本当にね、ここが伸びちゃう、なんでだろう。納得できなくて泣いたことありそう泣きはしないけど、でもえって思ったことはある。え、これで終わりみたいなそう心の中で思いながら、ありがとうございましたって最後まで猫かぶって美容院出てきます毎回。そう、暑くて溶けそう。え、わかる。今さ、てか明日雨、てかなんか湿気やばい。何この湿気、本当に。新潟すごい湿気なんですけど、皆さんどうですか、どうですか、どうですか。雨、うわあ、頑張って。関東も湿気、そうだよね。髪を切って納得しないで心折れたことある。なんかでもこういう普通の方の髪はちょっと私もよくわかんないんですけど、この前髪は結構わかりますね。そう、まずは左側を調整してから右を切るっていう私のこだわり。55分、え、それな、やばい。え、でもね、ちょっと切れた。頭皮をスクショポストするわけにはいかない。え、全然いいよ、もう本当に何でもいい。なんかめっちゃ こんな変な顔してる自己がじゃなければ。ってことで、ちょっと途中なんですけど、できました。かもしれ、え、ちょっといいかも。できたできたできた、ちょっとはできました。あ、ちょっと短くなっちゃ、ま、なったんじゃない。え、いいんじゃない。ちょっと時間も時間なので、とりあえずこれで終わりたいと思います。はい、私の前髪切り配信でした。ちょっと短くなった、ちょっとなんか顔が明るくなったね。はい、こんな感じでいつも前髪を切ってます。この後また調整するので、はい、すいません頭皮ばっかりで。じゃあスクショタイムしたいと思います。ありがとうございます。そう、お友達にね、そうお部屋見せたんだけど全然大丈夫だった。なんて言ったってお掃除配信今日したからねそう、無事に綺麗になりましたよ。はい、それではお礼をさせてください。13位ひろし、ありがとうございます。12位またし、ありがとうございます。11位山田のピクチャーし、ありがとうございます。10位タクトーし、ありがとうございます。9位せってんがーし、ありがとうございます。8位よちくんし、ありがとうございます。7位ガトラジスし、ありがとうございます。6位ドスドスタントのアザラシクジラ氏、ありがとうございます。5位ケンジ氏、ありがとうございます。4位ポンポン氏、ありがとうございます。3位カキヒコ氏、ありがとうございます。2位コガーマー氏、ありがとうございます。そして1位はチョコ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 ポイ、マイゲシです。ありがとうございました。マイゲシ今日2回も配信見に来てくれてありがてぃ、てい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 、リアだったでしょうこの配信ありがとね。ということで今日はチャットをたくさん送りました。そう、まだ見てない人は見てほしいんだけど、そう動画をね、そう誕生日用に動画たくさん撮ったんですけど、でも全然上げれてなくて結局ね、まだまだ載せてない動画があとね 3,4 本くらいあるので、ちょっと皆さんにそう
ちょっと時間をかけてまた送っていきたいなっていうふうに思います。みんなありがとう。ちょっと斜めってるのでもうちょっとここを切ってって感じですね。可愛い動画ありがとう。ちょっと見て、ここに急いできた、ありがとうそうありがとね。今日はちょっと本当にあの早くお風呂に入って、見てこの髪の毛サラサラだから、やばくない、やばくない、やばくない、お風呂上がりです。だから本当にすっぴんでごめんなんだけど、そうということで、あと1分会いに来てくれてありがとうございました。また明日も配信する体力があればなんだけど、朝起きれたらです。朝起きれたらちょっと配信して、夜はたくさん配信するつもりですので、皆さんまた会いに来てください。メールも送るから待っててね。あとスタコレが、はい、また新しくなったので、そちらのチェックもよろしくお願いします。はい、ということでありがとうございました。またね。何時頃、7時とかかな、7時台かな。起きれなかったらすみません。夜はお礼配信しません。ちょっとお礼配信は延期させてください。ありがとうございました。ちょっとこれいつ撮ろうかなこれいつ撮ろう。ありがとう、またね。